まずピッチャーと外野が今日練習内容あると思うんで、まずその説明だけ。じゃあまずバッテリーから行って、はい、今日ピッチャーはフィールディングバットの処理をやっていきます。ランナー1、2塁とランナー1塁の想定10分10分。目的としては、それぞれの場面で瞬時に送球の判断、早く丁寧な送球の練習。今日は、ランナー1、2塁の場面はピッチャーで交代しながら1塁と3塁について、ランナー1塁の場面は、1塁と2塁にそれぞれ交代しながらやっていきます。で、ピッチャーは今日ここにいるメンバーでやります。はい、時間は4時半から始めます。今4時なんで。じゃあ次、外野。はい、外野はいつもやってるかっちゃんのやつをちょっと工夫したやつをやるんで、練習始まる前に青山から指示があると思うのでそれ聞いてください。で、始まる前に体を温めるあれやつも込めてキャッチボールはするようにしてください。で、じゃあ内野は今日はフレキシブルということで、多分バッティングが主になると思うんで、ただやるんじゃなくてね、そこもしっかり一人一人ピッチャーとか想定しながら練習やるようにしてください。よし、じゃあ最近学校行こうか。よっしゃー、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 よっしゃー。まずテスト、お疲れ様でした。今日は、ちょっとみんなに雑学を